本日元カノのお母さんがやっているお店の前を通った。気まずかったなコアロンです。気まずかったなで終わり。そんなエピソードいります？はい。暗淡人生みたいな薄っぺらいエピソード、なんだよその言い方。えおかしいでしょそれは。そんな薄っぺらいエピソードいります？はい。いやだからこの前女性と歩いてるとこ見られたっていう可能性あります。は？あの女性と子供と一緒に元カノの母親の店前通ったんで、なんかまるでちょっと結婚してるんじゃないかみたいな形になってる子あるんです。いや絶対なってませんけど。なってませんかね。あんたはそんな結婚できるわけないじゃん。分かんねえだろ向こうのお母さんには。その別に22の特徴とかは触ってねえから。